イエフダ・ベンシェムウェル・ハレビは、イベリア半島出身の哲学者、ヘブライ・語詩人、ユダヤ人、ハザールの書は、ユダヤ教の古典、ユダ・ハレビとも、出生地は、イベリア半島のトレド王国トレド、または、ナバラ王国トデラであり、出生年は1075年以前である。当時のイベリア半島は、イスラーム教徒によって支配されていた。イエフダハレビは、裕福な家庭に生まれ、 ヘブライ語とアラビア語で総合的な教育を受けた。半島南部のアンダルシア地方を訪れ、グラナダのユダヤセンターで修行。その際には各地出身の詩人と交友した。1九十0年以後に村都庁がイベリア半島で勢力を強めると、アルアンダルスでのユダヤ人の立場が悪化したため、その後の約20年間はトレドで医学を学ぶなど、各地を転々とした。 イエフダハレビのパトロンとして、カスティーリアアルフォンソ六世の高官だった、ソロモンイブン・フェリツエルがいるが、1108年のフェリツエル、虐殺後に、イエフダハレビはトレドを離れ、北、アフリカやエジプトのユダヤ人コミュニティで試作を行った。1141年に、エルサレム王国エルサレムに到着して、すぐに死去した。ありがとうございます。